どうも、こんばんは。今日は2019年の2月の5日、夜中の2時でございます。よろしくお願いします。コラボとつまちです。風船ありがとう、スミルクさん。暇だね。
パガありがとう。アイテムありがとう。なの。
何食べよっかな。初見さんいらっしゃい、ルーシーさんいらっしゃい。いいよ、上がっていいよ、話せるよ、どうぞ。どうも、こんばんは。こんばんは。はじめまして。髪いいですね、色が。ありがとうございます。すいません。何歳なんですか？僕は33ですね。今年4かな。あ、そうなんですね。はい。じゃあ1個下ですね。ああ、そうなんですね。はい。明日はあれですか、お仕事ですか？僕は仕事はしてないですね。あ、そうなんですね。はい。まあ僕もまだ休職中なので。うんうん。リスナーさん、結構配信するんですか？そうですね、結構しますね。1日10時間ぐらいやってますね。そうですよね。リスナーさんもいっぱいおられますからね。すごいですね。はい。リスナーっていうのやめてさて、なんでそんな言う。そうなんですね。最近大手の人と結構絡ましていただいてるんですよ、僕。無名なんですけど。まあ、誰ですか、大手って。例えばツバニャンとかキンバイさんとかですかね。あとさっきがあれ誰だ、金梅さんから、慎吾くん、慎吾くんも今日よ、あの朝昼かな、ホストと配信してて、その時も話してました。へえ。歌舞伎町にいたんですよね、慎吾くん。なんかへえ。金梅さんとは仲いいんですか？いや、金梅さんは、はい、あの全然絡みないですよ。つばにゃんは絡みありますけど、はい、金梅さんはあの本当かなり前ニコラマの時に、はい、ちょっとこう喧嘩っていうか、その口喧嘩したぐらいなんで。へえ。もうほんとかなり前ですよね。ああ、そうなんですね。
なんか未知の世界ですよね。自分がなんかこう配信業を例えばやったとしても自信がないですもん、はい、そういういろんなこうお客さんっていうのかな、そのリスナーさんかな、はい、うん、だからすごいと思いますよ、そういうふうにこう人を引きつけるじゃないけど、ツバニャンが言ってたんだけど、やっぱり、はい、なんで私がこんなこう 今になってるか分かりますみたいなこと話してて、ツバニャンが、私みたい、なんで私みたいに、うん、私はそうそう、最初に初見で入ってった時にツバニャンに出入りで金貯めたのかって言ったら、なんか、カードの返済してくるみたいな、50万円持ってた、はい、そしたら、デリーはやってませんってから始まって、はい、そういう話になって、そしたらなんか、画質とか、その、統率力とか、なんかその人のオーラとか、トーク、全部が兼ね備わってないと、無理だからって言ってましたもんね。そう、やっぱそうなんですねっつって痛いやつですね。で噂で聞いたら、まあ昔はそういう風俗をやってたとか、うん、韓国で整形をしてたとか、うん、まあそれはねその人の自由ですけど、はい、今日喧嘩してブロックされましたからね。ルーシーブロックなんつってそれっきりですよ。うん、結局人の子じゃないですか。まあ大手さんはすごいですけどね、それは。でも結局みんなレベルは違うと思う。みんな人の子だと思うんで、そこは別にって感じなんですよね。平等じゃないですか。やっぱりこう天狗になったりっていう気持ちはわかりますけど、みんなそうですよ。なんですか。右の人ってあれですか。あれ主さんじゃない。右って言ったらどっちなんですか。僕の方かな。あ、多分そうですね。ひげ染めてないんですけどね。うん、主さんもひげ結構こういい感じに伸びてると思うんですけど、僕は無精ひげなんで。結構長いです。あ、主さん染めてますよね。染めてますよ、ヒゲ。だから左になりますよね。左ですよ、そうだ。ほら、左だ。右じゃないです。はい、僕染めてないですから。今、気になったの。あれと思って。沖縄の人ですか？違うか？よく言われるんですけど、うん、あの、真逆で青森なんですよ。青森なんだ。そう、全然違う。沖縄の同じもね、あ、おは入ってるか、青森だから。だけども。青森なんですよね。確かに方言はないですもんね。まあ戻れば青森弁になっちゃうんですけど、それをこう方言で言ってしまうと、もうやばい人になっちゃうので、うん、何言ってるかわからないっていう。そうですよ。まあ実家が青森ってことで。うん、もうあれですか、青森にはいないんですか今。もういないですね、もう、うん、自分の親も亡くなってしまって、おじいちゃんおばあちゃんも亡くなって、まあ、兄弟がいないので、うんうんうん、もう今一人で今関東にいます。あ、関東の方に。そうです。え、なんかあの地元の方がなんか良くな、え、どうですか関東の方は。もう長いんですか。いや、いいですね。あ、長いです。もう10年ぐらいですね。あ、じゃあもう全然ですね。まあ新宿とかがちょっと近めなんで。マジですか。僕なんで歌舞伎町とか好きなんで行くんです、はい、そうするとやっぱ配信者いっぱいいるし、その、はい、前ホストをやってたんですね、アルバイトで、はい、うん、その時にあの歌舞伎町のビル2階だった、そこの奥にあの YouTuber って店があるんですよね。 YouTuber が。僕もよく行ってます。あ、本当ですか。縦花ビル2階ですよね。はい、あそこに昔店があって、僕っていうかの働いてた、はい、へえ、はい、だけどその配信業っていうのはもう向いてない。昔からそういうのはあんまり興味なかった。うん、最近ですよね。ああ、なんか面白いなってこう思ってきた。うん。
でも結構前にあの、はい、YouTuber かな YouTuber なのかな、うん、ヒカルっているじゃないですか。3倍目ヒカルくん3代目さ3倍目ヒカルくんあ3倍目っていうんですか、あの髪が黒と金のあの、ああ、YouTube のヒカルくんだ、あの金髪、あ、そうですか、うん、YouTube ですよね、はいはい、あの人は、はい、わ、はい、かります。見てちょっとこう近くまで行って、はい、ちょっと話しかけようかなと思ったんですけど、はい、周りに友達いるじゃないですか、なんか結構いたんですよ。へえ。別にボディーガードでも何でもないですけど、だから話しづらくて、うん、ちょっと一言物申したかったんですけどね。え、何言いたかったんですか。いや、あのなんか喧嘩になっちゃうんでやめようと思ったんですけど、うん、あの、まあ、まず普通に、うん、あ、すいません、いつも拝見してますって挨拶してからの、うん、その今だったらそのバズに揉めてるとかいろいろ配信見たんですけど、その前だったんで、うん、まあ、その独立してその今違う会社でやってるっていう、その結構あれですか、その貯金とかっていくらぐらいなんですかっていうのをちょっと聞こうかな。失礼じゃないですか、でもそんなの絶対言うわけないじゃないですか。いきなり何なんですかってなそれはやめた、まあ、失礼ですね、はい、どこのドイツかもわからないやつに、はい、あ、この子ファンの子だな、握手ぐらいだったらいいじゃないですか。ただそこでね、うん、実際いくら稼いでるんだとかそういうのってあんまり喧嘩になっちゃうから、はい、ちょっとやめとこうと思って、はい、それやめといた方がいいですね。そうですよね、一つ間違えたらちょっと危ないですからね。あっちもそのお金持っちゃってるんで、いろんな人とこう、なんですかね、権力の人と多分あると思うんで、そうするとちょっと危ない階段を幅っていうか、初対面の人にあんまり収入とか貯金とか聞くのはあんまり良くないかなって、ね、要はあの普通の人に聞くイメージではなくて、例えば芸能人とかいるじゃないですか、例えばダウンタウン、そういうイメージだったんですよ。別に変な意味で聞くんじゃなくて、いくらぐらいあるんですかってちょっとこう興味本位な感じだったんですけど、いざやっぱ目の前にしちゃうと、もうこう緊張するっていうか言いづらくて、もう帰っちゃいました、もう自分からもういいやと思って聞かなくて。でもそこを本当は配信しようと思ったんですよ、自分で。ああ。前からやってたんで、斉藤さんで、はいはい、でも勝手に撮ったら怒られるじゃないですか。まあまあそうですね。なんで絶対これトラブルになると思ってやめました。まあ正解だと思います。まあこれは見てないと思いますけどね、そのヒカルくんとかは多分見てないと思うんでいいですけど、うん、あんまり言っちゃうとあれなんだこいつって思われちゃうんでね、ちょっと、うん、神にしちゃって。まあ次はちょっと言いますよ。言わない方がいいと思いますよ。あの次言うっていうか、あのお金を聞くんじゃなくて、ちょっとあの人として、うん、あの言おうかなと思って。何をすか。ちょっとその紙なんで黒と金にしようと思ったんですかってまず聞いて、うん、それで大した意味がなかったら、はい、だったらどっちかにした方がいいよって。金だったら金って主さんみたいにちゃんとメリハリつけた方がいい。それだから偏った感じにいつもそういうトラブルに巻き込まれるんじゃないですかって言うと思う。黒か白か金だけど、金だったら金でいいんですよって。めっちゃ喧嘩売るじゃないですか。だから絶対切れるじゃないですか、短期なんで。あの人はなんであなたにそんなこと言われないといけないんですかみたいな感じで絶対来るんで、そしたらその逃げ道じゃないけど自分も言い通しますもん。あなたにとかじゃなくて、別に今話してるからそんなあなたにとか逃げないでください。白か金にする、あ、黒か金にするかって言ってるだけなんで、うん、男と男の話じゃないですか。なるほど。いくらその有名大手のね YouTuber だろう、そんなの関係ないでしょって言っちゃいますけど、うん、センスはあると思います。
誰がですか？ヒカルさん？そうです。センスなかったらああやって売れないですしね。おー、まあ髪はじゃあそこに繋がるのかってそうじゃないですけど、それも備えてのああいうヒカルってそんなの。でもどっちかにしろやって言いますよ僕は。黒だったら黒、金だったら金でしょって。僕でもあの髪型好きですよ、結構。ビジュアル系さんみたいな感じですよね、要は。あの昔は流行ったんじゃないですか、こっちだけ金みたいな。え？だって金じゃないですか、ネシさんは。どっちかにしろっていう、ま、眉毛とかヒゲのことを言ってるんじゃないかな、多分。いや、そこまで言っちゃうと、もうあれですよ、もうそこまで言っちゃうとおそらくあれじゃないですか、ヒカル君に対したら、だったらなんで頭はいいにしろ、 眉毛もこっち金でこっち白金でしょって話になっちゃいますよ。僕ちょっと前までこっちが黒でこっちが赤だったんですよ。あ、半々みたいな感じだったんですか。あ、なるほど、そうだったんですね、うん、でもそれ赤だから多分まだなんですか。そこでカバーしてるっていうプラスアルファあるんで。赤はヒカル君の場合はそのまんまじゃないですか、なんか金と黒みたいな、はい、それはダメですよって言いたいですよ。うん、であっちも絶対言ってきますよ、さっきも言いましたけど、あなた誰なんですかって。あなたにそんなこと言われる権利もないし、てかあなたごときかなんて絶対言ってくると思うんですけど、そしたらボケと掘っちゃうんですよね、大手の人って。ごときがって言ってる時点で天狗だし、この人として話してるのに、しかも興味を持って こっちは話してること、人に対して文句言われたからじゃあそうやって食ってかかってくるような人でもないと思うんでね。だから多分考えて言ってきますよ。なるほど。だからそのうちちょっと楽しみにしててください。あのまあその時ちょうど見るか分かんないです、配信するんで勝手に。うん、どぎものか、どぎものきます、もう世の中に。今そういう人多分いないと思うんですよ、あの、うん、無謀な挑戦する YouTuber じゃないけど、その勝手にっていう、うん、やりますよ。なるほど。それしか僕できないんで、だって普通にこういう状況で今主さんが、はい、あの大手のね、大手の方でこうやってリスナーさんがいっぱいいる中で、自分がいいですかって言って優しさで上がってきていいですよって言って話させてもらってるわけじゃないですか。はい。で今こういう話題でまあこわーってなってますけど、はい、じゃあ一人でやったらどうなんだって言ったら一人も来ないですし、来たとしてもポンってゼロになるじゃないですか。まあそれが現状ですよ。だったらやること一つですよ。なるほど。そうやって一番上を高みを目指して無名が狙うっていう、もういろいろ文句つける。いや、それ名前あげたいからなんか噛みついてるだけなんじゃないですか、それって。あ、売名行為みたいな感じですか。うん。だって、まあ、本人が面白かったら人集まると思いません？そうですね。それで有名人にちょっかい出して有名になってやろうっていう根性じゃないですか。ああ、だったらそう、僕も多分そういう気持ちはなきにしもあらずなんですよ。でも興味本位でそういう反応を見たいっていうのもあるんですよね、自分の自己満な気持ちで、うん、だから例えばそこで自分の名前ルーシー顔出ししたら、あ、こいつ完全に売名行為だなってなるわけですよ、うん、ところがじゃあそこで顔も隠して名前も上げないで、はい、相手だけを映して攻撃したら売名にはなんないと思うんですよね。でも相手を勝手に映す行為って盗撮ですよ、犯罪ですよ。そうですよね、うん、だからそのそういうことが今までいろいろ見てきたけども盗撮になってなかったりするしますからね。例えば警察とかもそうなんですよ、金牌さんの前で盗撮ですよ、盗撮。いや、ダメですよとか言いながら撮ってましたからね、うん、まあそういうリスクも背負いながらやりますよ、うん、なるほど。仮にそれで刑務所に入ってもそのぐらいの覚悟で臨まないといけないなと思ってます。なるほど。僕はあんまり良くないなと思いますけどね、そういうのは。じゃああれですね、うん、そうやって、うん、
今主さんが言ってくれたことにね、いや僕はでもやりますよって言うと良くないじゃないですか。あの話を聞き入れてないんで、じゃあちょっと改善して、あの許可を得てから活動したいな。そうそうですね、いいですかって。そう、すいません僕配信やってるんですけど、あの有名な方なんでお話ししないんで配信つけたりし、できますかって言ったらいいんじゃないですかね、そうです。それで一応確認動作をして、まあもちろん多分脳に近いですよね、そんな誰だかわからない、いやでも結構許可出してくれる人多いですよ、ネット関係の人は。やっぱりネット好きだからいいよいいよっていう人多いですよ、あだったらちょっとやってみる価値ありますね。そしたらその時に移して、ちょっと聞きたいなと思いますけどもね、まあ、あれですけどね、でもまあ不思議ですよね、目の前に行くとできないもんですからね。いざ自分もこう言ってますけど、また目の前に本人がいた時にあれこうなんか喧嘩する前じゃないけども、ちょっとこうドキドキ感があるんですよ。やっぱり緊張するんですか。緊張しましたね、このこの間の時も。話したことなくて YouTube の動画でしか見たことない人間に対して、まあ有名っていうのは自分の中で分かってる、若かったらもういけたかもしれないですけど、まあ年だし、ちょっとこう常識をわきまえてる気持ちだと生きづらかったりします。なるほどなるほど。ありがとうございましたね。なんか申し訳ない、なんかこういうあの、はい、無名とも言えないですけど、自分で分かってますよ。無名って言ってる時点であれですけど、別にビギナーでもあるんで、一応ビギナーっていうかあんま知らないんで、サイカラにはいますけど、このフワッチとかあのツイキャスとかっていうのも全然ちょっとやり方も分かんないくらいなんで。じゃあありがとうございました。すいませんね、はい、頑張ってください。頑張ります。あーマリニャン系の目だったね。目大きい人だったね。ルーシーさんでした。 YouTuber ヒカルに噛みつきたいルーシーさんでした。俺の一個上だって。イカ娘いらっしゃい。バカありがとう。これ33。俺は33だね。今年4になる。1985年生まれ。バーガー3つありがとう。おっさんです。裸だね。裸族だから。鳥、文章っていう鳥だね。うちはね、ロムセンさんが多い。
コメント書く人少ない。バイバーイ。ありがとね。世の中にはいろんな人がいるな。ありがとね。バイバイ。げんちゃん、こんばんは。こんばんは。カニ食べてないな、最近。カニ食べたいな。カニ美味しいよね。カニ食べてー。カニをたらふく食べたい。カニっていくら食っても腹いっぱいにならないよね。何なんだろうあれは。美味しいのにお腹いっぱいにならない。少ないんだよね量が。カニ食いてー。お腹すいたな。
腹減った。腹減った。これ600円だった、これ。これかっこよくない？ポリズン。プリズンか。プリズン？え？ポリゾン？刑務所で作ってるやつ。これ函館かな、函館だったかな。すごいよね、刑務所も商標登録するんだね。こう iPhone ケース買った、600円、ちょうど入るの。これよくない？これタラデマーク、タラデマーク、商標タラデマーク、プリズン、安いんだよ。前掛け1500円とか。函館刑務所で作ってんだこれ。ダーマさんいらっしゃい。前見たテスト画像は映画っぽかった。刑務所に入ってる人が社会貢献してることの意味がわからない人がいるみたいだね。どういうこと？刑務所に入ってる人が社会貢献してることの意味がわからない人いる。刑務所のすごい安いよ。家具とかも超安いし、
霧のタンスとか、一生懸命やってるから霧ダンスとかすげえありえない価格で手に入るよ。しかもずっとね、職人、もう職人だよね、あそこまで行くと。何十年も入ってる人とかだから。申請？うん。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、そういうね、刑務所のものっていうのが、安い金額でも売れてね、それで、そういう一度人生を捨てたような人がね、また社会に戻ろうと頑張ってらっしゃるっていうのは微笑ましいなと思ったんでね。あと あれですよね、刑務所もやっぱり税金で賄ってる部分を、これあれなんですよ、被害者の募金とかにもお金が回るんですよ。ああ、それ素晴らしいと思います。そうそうそう。だから多分いろんな思いで作ってるだろうし、一生懸命作ってますよね、やっぱ製品見ると分かって。ハンドメイドだから、もう一個一個手縫いで多分、しっかり作ってますよ、本当に。物めちゃめちゃいいですよ。中で多分頑張って作ってるんですよ。いや、そういうことを思って、なんかね、コメントの方でポロッとね、誰もいいですねの回答がないとかね、くだらないと思っちゃったの。なんか、その、和田さんの言葉の中にはね、あの今の場合は、俺はね、そういう大変な思いした人でも、だからその、いい方向にも少しでも向かってる状況をちょっと喜んでるのかなっていうふうに、俺はね、撮ったんだけれども。なんか安くてよかったねとか、なんかほろんとなんか、まあね、なんか心ないかな。心ない人が多い。心ない人が多いかなと思っちゃったの。それで、なんか来てみたっていうところが。なんか、日本のその刑罰、例えば僕も前科ありますけど、まあよく過去のこととか掘り下げられますけど、僕それすごい良くないと思ってて、やさぐれるじゃないですか、やっぱその社会に出ていい場所がないって。で、日本の刑法上、やっぱりそのなんで罪と罰を理解してない人がすごく多いんですよね。罪をその刑で補った時に、日本の法律は一応その法律上はですよ、倫理上はじゃなくて、一応罪を償ったことにはなるから、前科はつくけれども、一応清算っていう社会システムなのに、まだ言う人がいるんだっていうのはちょっと悲しいですよ。ああ、確かにね。俺はね、こんな話すると、なんかお年寄りって見られるかもしれないけど、はい。人のね、過去のことを責めるっていうのは悪魔的だと俺は思っちゃうの。だってさ、過去のことどうしようもないでしょ、変えれないんだから。それよりは未来に向けてとか、今時点のこととかを喋る人の方が、建設的な人だなと俺は思ってたりしますよ。そうですよね。なんか僕、告発っていう映画があるんですよ。はい。で、告発っていう映画は、アメリカのサンフランシスコにある、アルカトラズ刑務所っていうところが舞台なんですね。で、実話を元にした話なんですけど、脱獄不可能って言われて、離島？小さい島？もう、陸地が見えるんですよ、サンフランシスコが。はい。ゴールデンゲートブリッジとか。その離島のところに刑務所があるんですね。脱獄可能、で、周りが海で断崖絶壁で、で、要はサメもいるから出られない、で、そこの告発っていう映画の中で、弁護士さんとその受刑者、死刑囚が会話をするシーンがあるんですよ。で、そのシーンがすごく印象的で、同い年ぐらいなんですね、弁護士さんとその受刑者は。はい、で、親に捨てられて、妹と二人で、ホームレスみたいな状態になっちゃうんですよ、彼は。で、
コンビニエンスストアみたいなところで、たった、5ドルぐらいかな、500円ぐらいのものを盗むんですよ、食うために。うんうん、で、ただ、そのコンビニみたいなところが、あの切手とかを販売する、うん、要は国、政府管轄の、なんか、こう、権利があって、そういうところで物を盗むと、すごく刑が重たいっていうことで、おで、少年だったんですけど、10年ぐらい叩き込まれるんですね。で、彼はそのいじめを受けていて、3年間、日の光を 見たのは3日間だけで、ずっと独房に入れられて、で、その刑務官とかに足の腱とかを切られちゃうんですよ。だからもう虐待をずっと、ね、そう、うん。で、要は思考回路もぐちゃぐちゃになっていて、太陽も3年間で3日しか見てない。で、もう自我が崩壊していて、で、その3年間の独房生活が終わった時に、おちょくられて、誰かを殺しちゃうんですよ。そう。それで死刑になっちゃうんですけど。うん、でその時に弁護士に言うんですよ、その死刑囚が、はい、君は、うん、あの何か誰かの親の財布からお金を盗んだりしたことはないかいって聞くんですよ、うん、でその時に弁護士さんがお父さんのお財布からあの5000円盗んだこと1回だけあるって言うんですね、うん、でその時に発狂するんですよ、その死刑囚は、僕はたった500円だよって、で、うん、妹を食わせるためだったんだよって、うん、で、なんで君はいい家に生まれたんだろうって、僕は親がいなかったんだよって、こんなの不公平じゃないかっていう訴えるシーンがすごく印象的で、うん、そう、それでそのなんていうのかな、その新米弁護士なんですよ実は、はい、で、その獄中にあてがわれたんですよ、要は経験積むためにもうあの裁判で死刑確定なんだけど、あえて弁護するっていう、その経験を積むために、うん、もう、なんていうのかな、絶対弁護できないのに弁護するっていうのなんですけど、その弁護士はそれに心打たれて、刑務所のその、なんていうのかな、虐待の実態とか全部暴いていって、アルカトラス刑務所を閉鎖まで追い込むんですよ。へぇ、その事件をきっかけに。それ実話なんですけど、うん。アルカトラス刑務所って名前聞いたことありますね。結構いろんな映画の、うん、そうですね、はい、ロックって映画でもあるかとら、そう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 、その映画の、そうですね、はい、うん、そうですそうですそうです、すごかったですね、告発は面白いですね、うん、自分はね刑務所っていう存在についてね、一つの意味としてはあの、はい、犯罪を犯してない人のために、うん、あ、犯罪を犯してない人たちが、あいつは刑務所に行った悪いやつだ、はい、自分たちは安全な立場にいるぞ、あの、うん、なぜなら自分たちはいい人間だからという、そういうねあのグループを作ることによっての、うん、あの自分たちはいい人間だってプライドを持つためにある部分とプラスもう一つの部分、はい、あのまあ、あの何かの、 あの授業であった、あったものだったんですけど、すみません、あのそれでもう一つはその罰せられることによってね、あのその周りの人なんて言うんだろう、あの犯罪を犯した人以外の人の安心感を得るための部分と、犯罪を犯した人自身を、うん、構成させるための部分、はいはい、その2面、2つの要素があると自分は思ってるんですけど、うん、その通りですね、はい、あ、ちょっと待ってください、あ、すみませんね、はい、そう思ってるんですけれども、その中で、初めの意味としての部分が強くなりすぎるとね、問題だと思ってて、結局そうですね、うん、その受刑者自身がね、もしもね、構成されて良くなっていくっていうところの重要性について思いますね、うん、なんか北欧の方だと、うん、罰っていう概念で与えないんですよね、刑って罰じゃないですか、うん、日本の概念だと、うん、だから、うん、あれなんですけど、北欧の方だと罰を与えるんじゃなくて、ケアをするっていう考え方の国があって、うん、家を与えて、うん、仕事を与えて、休みも与えて、で、うん、ずっとケアをするっていう。だから、再犯率がものすごく低いっていう。うん、ああ、素晴らしいですね、そういうのね。はい、だから、その、犯罪がなぜ起きてしまったのかっていうのを掘り下げると、うん、実はその、うん、お金の貧困であったりとか、うん、そのスラムで育ったとか倫理観を持ってなかったからとか、うん、
そういう部分にメスを入れて、うん、その彼らをその直してあげるんだっていう国もあるんですよね。素晴らしいですね。そういう考え方がいいと思います、うん、でプラスね、なんかすごい凶悪犯人のことを構成させようと思って、アメリカだと思うんですけどの国で、すごいお金をかけて、しかも良い両親を用意して、そのすごい凶悪犯が更生するかどうかを実験したことがあったみたいなんですけど、ほうほう、その時にやっぱりね、しっかりとした教育を与えれば、そういう人が更生するということがその実験で分かったみたいだったんですよね。うん、だからこそ、なんていうんだ、もちろん今経済的にそこまで一人一人にお金をかけることができないから、だから更生する確率がそれほどは高くないけれども、うん、でもまあそういう世の中になっていけばいいと思いますよ。罰っていうよりは、その人自身が変わるきっかけになる場所が、そういう刑務所になってほしいと思います。だから、なんかね、自分自身を責任、自分自身を根元にね、例えば自分が何かしたことは自分が原因だって思いながら生きようとはするけれども、例えば誰かが何か問題を起こした時に、その時っていうのは親が彼を教育したわけだし、うん、彼の周りの人がその彼に影響を与えたことによって彼の人格が作られてきただろうし、もっと遡れば、そうというところを思うんです。いや、うん、今源ちゃんが話してる話って、僕、うん、マイケル・サンデルの話を思い出すんですよ、はい、その、はい、彼、要は自己責任論の追求ですよね、うん、正義とは何なのかっていうのを考えたときに、うんうん、まあ、マイケル・サンデルが言ってるのは、マイケル・ジョーダンは税金を払うべきなのかどうなのかっていう考え方。要は、マイケル・ジョーダンは、バスケットで成功したのはもちろんジョーダンが努力したからだし、はい、ジョーダンは、その、なんだろう、ジョーダンは自分の成果は自分のものだけれども、うん、高い税金を払うとき、そのバスケットを作ったのはジョーダンではないし、うん、そのシカゴブルズとか、その運営チームもあったから、プロモートがあったから活躍できるわけだしっていう、その、うん、なんていうんですかね、周り社会にどう還元していくのかっていう話ですよね、うん、そので、うんうん、失敗、今のは成功例、その、うん、うまくいった人の話だけど、実は犯罪を犯してしまったりとか、うん、貧困になってる人っていうのは、実は個人の責任、個人が怠けているから彼がそういう風になってしまったのかっていうと、実はそうではないっていう、うんうん、例えばその全く同じ能力で全く同じ容姿をしてる人が、年収200万の家庭に生まれる、200万以下の家庭に生まれるのと、年収2000万以上の家庭に生まれるのでは絶対に結果が違うわけですよ、うん、でそこの平等とは何なのかっていう、もちろん努力で人生切り開けるっていうのはいいことなんだけども、うん、実はその僕たちが住んでる世界は不平等なんじゃないかっていう問題提起をずっとしてますね、うん、確かにその通りだと思います、うん、特に日本なんか今どん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 格差が広がってますからね、うん、そうですよね、うんうん、すみません、なんかね、うん、今ピコンって音聞こえちゃってますでしょうか。いや、今は聞こえてないけど、さっきスカイプかかってきた音は聞こえました、ね、あ、そうですね、ちょっとモードをチェンジしておきます。ちょっと待ってください、すみません、はい、サウンドがね、集中の、あ、すみません、ちょっと今すぐできないかな、申し訳ない、音がたまになる可能性が、申し訳ない。でそれで結局全てを周りの責任にすることもできるという論理が成り立つ、逆にだからこそそういう中で
あえて自分の責任しながら生きていくんだと自分は感じてますね。うん、日本人って自己責任感が強い民族だと思うんですよ、僕。うんうん、だけど、それが許されるのは明らかにその、なんだろう、条件が公平であった場合だと思うんですね。例えばボクシングで言ったら、ヘビー級と、フェザー級が戦ったら 100% ヘビー級が勝つっていうのは誰がどう見ても分かるじゃないですか。本人の努力を超えるところ、だから階級っていうものが存在すると思ってるんですね。フェアネスの精神。スポーツってルールがあるのってそういうことで。で、僕は、もちろん個人の努力で、個人の成果を尊ぶことは素晴らしいことだと思うんですけど、ルールがあった前提ですよね、それが。できるのではっていう、そのルールがない状態でそれが行われてしまうと、本人の努力を超える部分のなんていうのかな結果に左右されやすいのかなと思って、僕はそこはなんか変えていかないといけないところなんじゃないかなって思いますけど、もちろん努力をしてない人は論外ですけどね。だから正当な成果とは何なのかっていうことですよね。正当な報酬、正当な成果。だからやっぱり先進国の大前提っていうのは、僕はフェアであることと公平公正であることと平等であることとか、そういう部分だと思ってるんで。で、その上で僕はサボってもいいから年収少なくていいよっていう判断ができるのであれば、それはそれでいいんですけど、今のなんか日本社会ってなんか頑張っても頑張っても報われない人がすごく多いような気はしますね。確かに、今まあ時々ふっと思うのが例えばジュースの缶だとジュースだとかね、そういう缶詰だとか、はい、いろんなものが工場でどんどん生産されている機械でね、ロボットとかでな、作る世の中でどんどん人間 の、 職業が奪われていく。あとここ10年20年で 23% だから、それがAI とかロボットが人間から奪う仕事の割合だとかっていうのが今でシミュレーションされてますけど、まあだから20年だったら人間 20% はまあ解雇ですよ。そうですね、そういうことになります。それは多分避けられないでしょうね。そういうことになっていく中でね、俺としてはその金持ちだけが一部の金持ちだけができる世の中になりそうなのを防がなくちゃいけないっていうところを持っています。もうなってますよ。もうすでにね、なってる。日本人の危機感の危ないところって、貧困層なのに自分が貧困なのに気づいてないっていう問題ってすごくでかいんですよ。でもうスラム化は始まってるし、もう極端な、アメリカみたいに超金持ちと超貧乏人が後進国と先進国が内包してる状態がもう始まってるのに、これから来る、これから来るって思って危機感がすごいないんですよ。そう、例えばさっきツイッターに僕あげたんですけれども、データ、収入のデータなんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね、今起動します。ツイッターにリツイートぶちかましたんですけど、年収の格差。年収200万以下の人が、年収100万以下ですね。が 22%。で、200万以下が 16%。で、400万と300万のちょっと貧困ぐらいが 32%。もう、だから、日本人の 60% は貧困層なんですよね。なるほど、で、昔今コメントあった中流階級って言われてる、500万600万とかの層ってもう 26% しかいないんですよ。だから500万以上の日本人ってもう 30% しかいないんですよね。超格差社会、国税調査2017年のデータ、もうすでに400万以下の人が 70% を超えているっていうのが今日本の現状。で、物価は上がり続けてる。これはもう個人の力ではどうしようもないですよ。ましてや200万以下の明らかな貧困が、200万以下っすよ。が、
30%、うん、200万以下って言えばね、まあ、生活保護もらわれてる方と近いぐらいな収入しかもらえてないということですよね。そうですね、うん、だからこの人たちが生活保護を叩いてるんですよ、ずるいって。違うんですよ、本来ずるいんじゃなくて、この人たちは生活保護をバッシングしてますけど、この人たちは本来生活保護の対象なんですよ、うん、本来、うん、うん、それくらいぐちゃぐちゃになってるっていう、うん、うん、これは結構危ないですよね、うん、貧困の自覚がないっていうのは恐ろしいなっていう、うん、確かに。アメリカとかだとそのフードバンクっていう制度があって、お金、うん、食べ物、食料廃棄ギリギリのものをスラムとかに配ったりしたりするから、餓死することがまずないんですよ。だから日本にフードバンクの制度とかないんで、フードバンクは導入するべきだなと思うんですよね。世界でものすごい量、何十万トンって廃棄してますからね、食い物。まあ一つ、それで、これ最近のデータではないんですが、はい、日本で餓死してる人数っていうののパーセンテージっていうのは、はい、1% より少ない、もう 0.何% だかは忘れましたけど、過去に餓死者は少ないですね。そうなんですよね。だから、はい、そこについては一応守られてるところではあると思うんですね。今言いたかったので、食料廃棄の問題なんですよ、うん、食料廃棄、うんうん、餓死者は確かにすごい少ないんですけど、うん、日本って先進国の中で食べ物をものすごく捨ててるんですよ。うん、確かに確かに。うん、で、この、あれ電波悪いかな、音途切れた。あ、すいません、繋がったかな。あれ音聞こえますか？ああ、聞こえてますよ。聞こえてますよ、うん。で、この捨ててる食料も込みで値段、食料の価格って決まってるわけじゃないですか。うん、だからすごいもったいないことをしてるんですよね、日本人って、うんうん、本来もっと安く食べれるものを食べれるのに、うん、それ西村博之さんがすごい面白いことを言ってて、うん、日本人が食べる食料の量は変わらないのに、どん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 お店を出していくっていうことはすごく危ないことだっていう指摘をしてるんですよ、うん、これどういうことかっていうと、100人の村がありました、はい、これが日本と仮定しましょうと。で、うん、コンビニが1軒ありました。で、うん、昼間だけ空いてますと。そしたら昼間働く人1人で住むわけじゃないですか。うん。うん、100人の食料を供給するお店があってって。でも、うん、これを24時間 やったとしても、100人の村が食べる食料の量は変わらないじゃないですか。うん、確かに。うん、なのに、24時間空けることによって、売り上げは変わらないのに、2人分の人件費があるってことは、30万給料もらってた1人の人が15万に今度変わりますよね。そうですね。そう。うん、っていうことは、倍働かせて、倍の給料、半分の給料になるわけじゃないですか。そうそう。っていうように、日本人が便利、要は、なんていうのかな。売り上げが上がらないのに、どん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 賃金が安くなって、うん、なんていうのかな、賃金が安くなっていて労働が過酷になることを日本人が選択していってしまっているから、日本はバカだっていうことをひろゆきは指摘をしていて、うん、すごい正しいなと思いました、僕は。なるほど、うんうん、だってコンビニが24時間開いてたとしても、食料100人の人口が増えない限り、うんうん、売り上げ変わんないじゃないですか。つまり便利にする代わりに人件費がかかってしまうからというところですね。いや、人件費はかかってないんですよ、うん、給料が下がってるっていう状態です。要は30万、つまり2人、会社側として考えると2人雇うってことは人件費がかかる、はい、つまり半分にしなくちゃいけない。そうそう、そういうことです。だから会社、ね、そう、会社は人件費は変えないんですよ、うん、経営者が。そういうことですね。働いてる人が、うん、損をするっていう仕組みなんですよね、うん、で今度競合他社でどん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 コンビニを増やしたりとか、うん、そう。だからそこは本当は政府がコントロールしないといけない領域なんだけど、民間は自由競争だから、うん、安かったりとか自由にサービスを供給していいんだけど、うん、国が歯止めを効かせないとダメなのに、
ていう。あ、確かにそれ大切な問題に思いますね。なんか結局食料自体をも、はい、受け取るのが本来のあの職業があればいいってことなんだけれども、でもあの24時間営業にすることによって、あのいつでも食べれるラッキーっていうそういう気持ちを持たせるためだけに、あの人の人件費が奪われていくと。そうですね、過剰サービスですね、うん、要は過剰サービスということですね。過剰サービスをやっていって労働者がどんどん虐げられるから、うん、あのだからヨーロッパの方とかだと夕方5時になると店全部閉まるよって、要は、うん、あのなんていうのかな、100人の村で考えるとすごく分かりやすいんですよ、経済って、うん、あの例えば100人が100人、うん、あのなんていうのかな、の農家しかいなかったら肉食べれない、魚食べれないって。だから、うん、離島の方とかに行くとすごく分かりやすいんだけど、うん、あの商店は今あるから商店作れないよとか、あと漁師は今人が足りないから君漁師やりなよとか、要は彼らコミュニティの中で分かってるんですよ、うん、その共存生活をしていくために今俺らに何が足りないのかっていう職業、うん、そうだけど、うん、なんていうのかな、いらないものをどんどん作ってるっていう印象ですね、僕は日本は、うん、そう、もうすでにあって便利なものを価格競争をさせ続けてしまっているというか、うん、うん、それは政府が止めないといけないところ、コントロールしないといけないところなのにっていう。確かに、うん、うん、それはちょっと思いますね、だって僕歩いて5分の圏内でコンビニエンスストア5軒ありますよ、はい、うん、いりますっていう。そうですよね、しかも全部24時間開いてるんですよ、うん、多分この県内で僕1軒か2軒で全然賄えると思うし、24時間開いてる必然性を感じないですもんね、だからその経済のことをちゃんと庶民レベルでも理解しないと、うん、庶民が苦労するっていうか、その働いてる末端の現場の人も知識レベルを上げていかないといけないんじゃないかっていう、うん、じゃないと自分たちが損をしちゃうよっていう、うん、うん、いやでも今の話はすごい自分自身も勉強になりましたね、ありがとうございます。いい、とりあえずねちょっとね、あのタバコを切れちゃって一旦ちょっと落ちたいと思います。はい、ありがとうございました、ありがとうございました、こちら側で落としますね、はい、ありがとうございます。切れない、あれ切れない、バグった、あれ落とせないな、あれまたバグだ、ごめんげんちゃん、やっぱりげんちゃんの方で落ちてもらってもいいですか。いや OK です、自分からごめんなさい、いえいえいえ、全然全然、またよろしくお願いします、失礼します、お願いします。なんかねバグだわ、バッチのバグ。年収200万以下ってそんなにいるんだ、やべえって。いや、ほんとだよ。年収200万で暮らせるかっていう話だよね、日本で。だから、その昭和の価値観とか、いや、頑張って働いて、頑張って頑張って働いたらいい思いするんだよっていう時代はもう終わっちゃったんだよね。あれ見えてる？見えてたら教えて。ニーニーこんばんは。見えてたら教えて。バグかな？見えてる？聞こえる？ありがとう。Thank you。ちょっとあのあれ取ってくるわ、飲み物。
このさ、枕とか、まあ、1000円で買ったんだけど、これ多分5000円ぐらいで売ってもいいぐらいのさ、超良質な枕だと思うよ。そば柄で。これ1000円で、刑務所で作ってるのを買ったんだけど、すごい良くない？昨日ね、新宿の駅で、多分今日もやってると思うんだけど、刑務所の作業の人が作ってる商品、すごく安いのね。キーボードの打ち方はあんまり問題じゃないかな。そこのね、話じゃなくて、なんて言えばいいんだろう。俺もほら、額がないから、そう、額がないけど、なんだろう。ちょっとやばいのはわかるんだよね。でもね、本当は簡単なことなんだよ。政治家がね、自分の利権とかを度外視して、ちゃんと国のこと考えたら国って良くなるんだよ。すごくシンプルな。民間が強くなって、民が強くなりすぎてるんだよね、今。本来は、だからさっきげんちゃんが指摘した、その、AI が仕事を奪うっていう、それは正しいのね。だから、還元する仕組みが今必要なの。還元をする仕組みね。本当は日本社会ってすごく力あるのね。給料が30年間上がってない国がどれだけ異常かだよ。アメリカと、しかも経済成長はずっとしてるっていうのを日本人知らないんだよね。景気は悪いんだけど、景気と経済成長っていうのは別の概念だっていうことを知らないんだよ。庶民レベルが。実は日本自体の、売上高っていうのかな。生産力っていうのはどん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 上がってるの。だけど、お金が庶民に回ってないだけなの。意味がわかんないでしょ。会社の売り上げが上がり続けてるのに、庶民の給料上がってないんだよ。これがいかにやばいことかっていう。だから、iPhone ってさ、昔さ、7万円ぐらいで買えたの。6万か7万で買えたの、これって。その前は、4万、5万で買えたの。で、iPhone X が出た時に10万とか11万とか12万とかで売られたでしょ。その時日本人びっくりしたんだよ。高いって。思わなかった。iPhone なんでこんな高くなったのって、ブランド化してるよって言ってるのは日本人が間違えてんの。なんでかっていうと、アメリカとかヨーロッパの国って、この新しい iPhone が出るまでに給料 1.5 倍ぐらいになってるのよ。だから実は、給料が上がってるから iPhone が高くなっても同じ感覚で買えてるの、海外は。日本人は給料が上がってないから、新製品が5年ぶり、6年ぶりに出た時に、急激に高くなった気になるの。6万とか7万で買えたのがなんで12万するのって。いや、給料上がってないだけだよって。日本人が。っていう話ね。これはまずい。いや、すごい、すごい、賢くないと生き残れない時代になってきたよね。いや、だから勉強することってすごい大事なことだと思うよ。俺みたいにね、子供をならせたくなかったら、ちゃんと教育にお金かけた方がいいと思う。ひろゆきも言ってたけど、一番効果のある経済政策って、教育なんだよね。教育しかないって言われてる。知識のレベルを上げていけば上げていくほど、国の生産力上がるし、良くなるんだ。だから教育にメスを入れないと本当はダメなんだよ。で、単純労働は全部淘汰されるからね。今、その日本が一番 AI に
力入れてんの農業なのね。最先端の現場だと。農業の AI にめちゃくちゃ力を入れてて。なんか俺は、なんだろう。頑張ってる庶民が普通の生活ができるっていうのがいい社会だと思ってて。子供が産めるとか、子育てが安心してできるとか、ご飯を不安がなく働いていけるとか。不安と不満が溜まりすぎなんだよ、今。本当は金があるのに。働いてる人間がバカを見る社会になってるから、ダメなことになってる。だからね、ニートとかね、ワーキングプアが増えてんの、俺理にかなってると思ってんの、正直言うと。あれ、これはね、あれなんだよ、もう。働かねえよっていう国民の意思なんだよ、無意識の。新しい形のデモだと俺は思ってるんだよね。働かないっていう運動。ちょっとトイレ行ってくるね。子供育てられるわけがないからね。例えば月収20万、手取り20万以下で、奥さんと旦那さんが働いて40万しか稼げないのに、どうやって子供育てんの？子作りする時間、子育てする時間なんかないよっていう。そう思わない？旦那さん一人で40万とか50万稼いでんだったら、俺は余裕で子育てできると思うけど、専業主婦すらできないから、やばいよね。奥さん働かないと無理だと思うよ。ってことは、子供の教育とか子育てに時間を割けられない国家だってことだからね。いやだからね、新しい家族の形態とかがネットでできてると思ってんの。家族を選ぶようになってるんだよね。近所を選ぶっていうか。本来は、ネットがなかったら自由に繋がれないから、その閉鎖されたさ、コミュニティの中で人付き合いを覚えていかないといけなかったんだけど、今その、別に家の中で引きこもってたり、近所で付き合わないで、自分が気に入った人とだけやり取りをするっていうのがネットでできるようになったから、だからどん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 その生き方、俺らのライフスタイルみたいなのもってどん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 変わっていってるんだよ。ネットができたことによって。やっぱデモがある国とか見てるとやっぱ国民のレベル高いなと思うよ。国民の底辺層の知識レベルが高いなって本当思う。要は社会的に年収200万とか300万は別にいるんだけど、その人たちがこうすべきだっていう主張をずっとやってるんだよね。それは考えてるなと思う。すごいと思う。本来はそれがね、民主主義なんだけどね。
日本はまだ先進国に慣れてない、独立ができてない、国民の意識としてね。もったいない、ポテンシャルはめちゃめちゃ高いのに、国民としては世界優秀の、なんだろう、素晴らしい国家なのに、まだ追いついてないんだよ。独特なんだよな、日本って。すごい独特。エアコンの調子悪くないよ。ずっとついてるよ。いい感じ。俺はね、働かなくても生きていけるっていうのを体現していきたいなとは思ってるけど、それは日本人の気質じゃないの。アジア人だけなんだよね、匿名文化を好むのって。要はね、何でもかんでも言うことが本音だと思ってるの、日本人って。違うんだよね、本音っていうのは自分の生きてきたことを、経験、容姿、全部含めてそれを担保にして、本音を話すから本音なのであって、言いたいことを言ってるのって、便所の落書きと何ら変わらない。だからそこはもったいないと思うよ、やっぱり。すごくもったいない。あ、そうなんだ。キツネ多いんだ。へえ。なんか、俺はよく言うんだけど、キツネも匿名だけど、実はコテハンも匿名なんだけどなっていう。いや、本名でやってない限り匿名なのに、サムネイルとコテハン、コテハンドルネームって匿名性なのに、なんだろうね。要は、自分は傷つけられたくないっていうか、自分の批判はされたくないっていう心理なんだと思うよ。人は批判したりとか、評論したりはしたいけど、自分は傷つけられたくないっていう。コテハンを残すとさ、自分の言葉に責任を持たないといけなくなるじゃん。要は、ニンニっていう人はこういう発言をするっていうのを。なんだろうね。逆に何でもかんでも好き放題言ってる言論に何の意味があるんだろうと思うけど、何の意味も感じないかな。人と人とがコミュニケーションするっていう状態になってないよね。
メントがないな。シエラ見えてる？こんばんは。なんで魚眼レンズ？これ使わないとこうなるけど。寄りすぎじゃない？見づらくない？なんかね、ふわっちは寄るんだよね。強制的。そんな感じですね。こんばんは。リスナーさんに絵を見やすく提供するためですね。アイスキー今使ってないね。止めてる。なんで？つけた方がいいかな。アイスキー入れる？もうあれか、コラボ上がってこなさそうだから通常枠に切り替えようか。じゃあ一旦通常枠に戻ります。お疲れ様です。